なんかこれが星野義雄座を、うん、ああなかなかいいシナリオ。これが何かすまんのうのすまんのうのあれかな、あれまあれかすまんのうのあれまあれだよこれな、うん、でこっちが捨ててらこのリールは、ああさすがだよな。リールは視聴者さんからいただいて、ああ視聴者な、これだよほら転落に注意、もう転落してますもうこれで転落しちゃってます。はいどうぞ、はい、じゃあ今日は星野義雄の横で私はワカサギ釣りをしますな、これで、うん、すまんのうのあれまあれと俺は島野の天平でな、うん、5.4 ぐらいですか、これ 6.1 かな、 6m10cm。 今日はこの辺で、だどうせ釣れないとは思うけどね、うん、ね、この辺で、うん、まあこの辺だったらどこでもぶっ込みは同じだよ。推定は根がかりがちょっとだけあるけど、うん、大した根がかりはない。あまりずるずる引いてこない方がいいけど、でも石がゴロゴロしてるから、うん、あの着底させて待って釣れなかったら早巻きした方がいいよ。そうするとあの根がかりしないでこっち来るから。俺はその辺の一番深そうなところで持ってちょっとだけなやって、どうせ釣れないだろうからちょっとやります、ちょっとだけな。まあ釣り竿こういうとことかさ、釣り跡があるじゃん、釣った跡が、そういうとこでやれば全然あれだよ、そういうとことか、そういうとことか、うん、俺はここだ、ここいつものこの場所、この場所でやります。これだな、ここかそっちだな、まあいいか、ここでやるかな、ここでやろう。ジコマさん巻くんですか、会長？ん、ワカサギだから巻かない、巻かないで、うん、もう白刺しで、まあどうせ釣れないからさ、どうせ釣れないと思うけど、もしかしてマグレでもって釣れるかもしれないマグレで、うん、やってみないとわからない。そうだよね、釣りなんてやってみないとわかんないからさ、釣れないと思っても釣れる場合もあるし。あ、まあ夏はね、あのニゴイとか他の魚の活性高いからさ、うん、今はもう活性も何もないからさ、うん、釣れない。あれ隊長、もし坊主だった場合は動画にするんですか？動画にはほとんどしないね俺は、うん、やっぱり釣れない時もたまにあるけどさ、そういう時はもうほとんど動画にしない。まあ今日のやつはどうしようかな、星野さんとか来てるから、魚肉さんもさっき帰っちゃったけど、あの来てたから釣れなくてもなんか年の初めの動画にでもするかね、せっかく星野さんが来てくれてるわけだしさ、まあ年越しキャンプで一緒だったからっていうことでね、今帰り際に釣りしてんだけど、星野さんと魚肉さんはやらないで、なんかどっか他に行くとか言ってたね。と猫に会いに行くって言ってましたよ。ああ、なんか有名ななんか魚くれくれ猫がいるとかいないとか言ってたよね、うん、うん、どっかにね、多摩川、確かですね、あ、立川、だから多摩川でしょ。そうです、そこに見に行くんだって言ってましたね。うん、そうか、まあ夕方まで頑張ってもね、どうせね10匹釣れるか釣れないかだよ、夕方近くに、うん、本当に自分も1時間以内には撤収しますよ。ああ、まだでも始めて5分ぐらいでしょ。まだ5分です。うん、こう寒いしさ、なんか風がちょっと そよ風みたいなのが吹いてるけど、もうそれで寒いじゃないですかね。まあいい方だけど、まだこの風なら。その竿は重いですか？まあこの竿にしてみは重たくはないよ、まあ、そこそこの値段だから、まあ持ち重りはするといえばするけど、これ1万9000ぐらいかな、2万円近い竿、シマノの、うん、もうちょっと壊れちゃったから、この後ろがあんまり使ってないんだけど、でもあのプロックスのなんだ6メーターの竿よりやっぱこっちの方が軽いから、まあ、ちょっと復活しちゃったんだけど、こっち、うん、
まあ、片手で一応持てるからね、こっちはね、この竿尻力を片手で持っても一応こう振り込めたりするんで、こういうふうにほらで錆びけるから、まあそういう意味では軽いよね、この短い姉妹寸法の竿としては。いや万能竿だね、軽流じゃないね、あの、うん、何でも竿だよ、何でも竿、姉妹寸法短いんだもん、このぐらいになっちゃうんだもん、うん。なんかもう嫌になってきた俺は、なんかもうすでに嫌になってきました、うん、風も吹いてるし寒いし、まあ、寒いって言っても今日の正月のこの今年の正月は本当暖かいよね、あ、そうそう、暖かいよこれ、今日も暖かい、昨日がすごい暖かかったから、まあ、今日もまだ暖かい、ニゴイ、餌があればね、夏はほら寄ってくるけどさ、冬はあんまり寄ってこないの、あ、動きがないよね、そんなにね、うん、やっぱり深場にいるんじゃないかなって言っても、今星野さんが投げたぐらいのとこだったらもうどこでもみんな同じぐらいの水深、うん、今年は今年か去年かも、去年のあのほら台風19号だっけ、あれで土砂がすごい入っちゃったらしいから、うん、すごい浅くなっちゃったらしいから、ほら、うん、真ん中辺がすごい浅いらしいんだよ、そうなんだって、真ん中辺がすごい浅いんだって、だから水を落とさないの、水を落とすと真ん中辺が船が行けなくなっちゃうんだって、あの、うん、なんかな、何でもいいから1匹ぐらい釣れればな、あの少しはこうなんか絵になるんだけど、絵にもならねえよなあ、なんだよな、まあ釣れないと思って釣りをするほどつまんないものはないけどね、あ釣れないと思ってやる、釣れるというこの希望を持ってやらないとな、釣れるかもしれない、でもその希望も3分ぐらいしか続かないんだ俺は、うん、もう3分経ったもんな釣り始めてから、うん、ダメだ、もうなんか嫌になった、完全に嫌になりました、釣り始めて十数分で完全に嫌になった、もうやめだやめ、農家今年の釣り納めみたいな感じじゃないけどな、まあ、釣り初めで十何分で嫌になってしまったよ、だって釣れないんだもん、あとはな星野義雄の後ろ行って星野義雄茶化そう、釣れた、あミミズが釣れてる、やったじゃん、引いた、たまみで救ってあげようか、あー入った、あーやった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 、あ絡まったやんなきゃよかった、あー釣れないでしょう、ね、もうなんか、あ俺撮影してあげるよ、ほら俺が特別に、もう待ってんの、待ってます、はい、星野義雄のカメラマンになりました、おお見事、見事な振りかぶりで、ね、次はかかるような気します、そうだよね、なんかかかりそうだよ、何がかかるかっていうとなんかなんかろくなものがかかってこない、うん、ああかかれ、なんか竿が、ああ自分の仕掛けにかかったいや同じだよ、こんな住んでて同じ同じ同じ、はい、大丈夫、あとちょっとでかかんなかったらやめちゃおうかなと思うんですけど、ああいいっすよ、あの高尾まで送っていくよ、高尾駅まで、そしたら JR 高尾駅からだったらあのほら中央のあの快速に乗れるからさ、あそこであの、はい、もう乗り継ぎが結構時間あるでしょ、はい、それにこっちは電車なかなか来ないから、あ本数少ないです、少ないよこっち本数が30分に1本ぐらいじゃない、うん、だから、うん、高尾まで俺んちにあれだから乗っけていくよ、あ、あと10分ぐらいで、いやいいっすよ、いい、3時間やったって4時間やったっていいけどさ俺は、うんうん、嘘でもいいからならないかね、ねこれがチャラチャラっと、いや夏と同じだけの数はいると思うんだけど、うん、みんな寝てるんだよ、
お正月休みでみんな寝てるんだよ魚がな。だから冬だから減っちゃうってことはないと思うんで魚が、うん、まあそんなすぐは、うん、ないよそんなすぐに当たんないよ。でもどこに投げても同じだよ。あれでも体調完売ってことありますよね。あ、まあ昔はここハヤいっぱいいたからさ、うん、今はほらハヤ釣れないからあんまり、うん、なんか知らないけど、あ、来た来た来た、ほら来た来た、なんか今チャラチャラって言ったな、言いましたね、うん、うん、もう少し待った方が多分ね、ニゴイかハヤかね、ハヤの、まあ、でっかくないけどハヤか、あとオイカは、まあでもはい、ミミズだからハヤかね、ハヤかあのニゴイのどっちかだと思う、うん。魚かな、でも魚だよね今のね、ね、ね、ちょり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 って言ったもんね。なんかこのガイドが1個だけずいぶん上に行っちゃってない、それはいいのか、どうですかね、このガイド。あ、これは最初からこんな感じですか、くっついてんな、こういう風に2つ、うん、うん、まあまあ、うん、あまりいじくらない方がいいか、じゃあ魚がくっついてんならな、うん、ちょっと巻いた方がいいですかね、まあほんの少しだけね、うん、いや置いて巻かないと、置いた状態で巻かないと、も持ち上げて巻いちゃうとまた変な風になっちゃうから、うん、これ一匹釣れる釣れないでえらい違いますね。そうだね。今回の動画。うん。いや普通だって粘ったって一匹釣れるか釣れないかだもん、真冬の釣りなんて。うん。うん、ミミズが引っ張ったんじゃないの？ついてるミミズが最後の力を振り絞って、チキシューとか言ってドバイミミズがもう俺は死んでねえぞーみたいな感じで、多分そうかもしれないよ。ああ、これ来てますよね。みたいかな。うん、いや聞き合わせすりゃいいじゃん、聞き合わせ、俺持ってて、これ持っててあげるからさ、聞き合わせって何でしたっけ、うん、だからそう少し手で持った状態で引っ張るの、こう引っ張ってみて、それ魚がついてらグググってくるじゃないですか、そうやって魚がついてら感触がくるでしょ、なんか根がかりしてない、来てる釣れた、あ、じゃあついてない、軽くなった、あ、軽くなったな、それは、じゃあでもついてた、もう巻いちゃったらもうダメだよ、もうそこで止めてもダメだから、もう一回巻いて、うん、また同じ辺にあの投入すればいい、で餌をよく見てさ、餌が、食った状態があるかどうかを、確かに重かった、そう、じゃあついてんじゃないの、ついてないな、でもな、穂先が動かない、あ、餌取られてる、餌がない、餌取られた、でも草がついてる、うん、うん、それはあの下にいっぱい落ちてるから、うん、やったじゃん、なんか餌が取られたっていうことは魚いるんで、同じ場所に投入しろよ、またな、同じ場所に、同じ場所に投入しないとダメだからな、うん、あ、結構いいミミズが取れるんだね、あ、これですね、うん、視聴者さんからいただいたんですよ、あ、そうなんだ、あの、うなぎ専門にやってる方がいて、どっかで飼ってるんだ自分家で、じゃあ、いや、あの、秘密の場所で取ってる、あ、そうなんだ、これ今撮影されてるの、あ、大丈夫です、あ、そうなんだ、あ、それ長司君の投稿は同じ場所にな、同じ場所に、うん、うん、まあ大体同じ場所だな、よしよし、いいぞ、そう、やっぱりミミズにもう少し、あ、まあ、まあ、鈴つけてからもう少し張り合わせた方がいいよ、張り合わせるときはね、そのね、さあ置いたまま張り合わせる、うん、置いたまま、そう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 、そんなもんで、うん、そんなもんでいいでしょう、うん、そんなんでな、そう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 、はい、ちょっとなんかたるんでるな、これね、竿をね置いたままね、こうね、そーっとね剥ぎ合わせる、そーっとそーっとこう、このカメラ1万3000ぐらいしたんですよ、うん、隊長のそのプレイプレイスポーツ2より高いですね、うん、俺のこれは、いや買うとこれ1万3、定価では1万6000だか1万9000ぐらいだよ、あの売ってた時はね、今はもうほら製造してないから、あの中古で安いっていうだけだから、中古で、うん、ブラックバスってことはないですね、ないないない、ブラックバスってことはない、うん、ああいうあのぶっ込みで夏は釣れるけど、今はもうあんなところには多分いない、これ針がうなぎ針なんですよ、
まああまり関係ないけどね、うなぎ針ってほら、なんかキツネ針のでかいみたいなやつじゃないですか。うん、あまり関係ないよ。うん、うなぎ口が小さいからああいう針使うだけで。うん、いや、同じだよ、同じ、うん、濃いか、だから普通の濃い、普通の濃いか、濁いか、早か、多分その3種類のどれかだと思う、当たりが出ると。この濃いは美味しいんですよね、体調に食べてます。美味しいよ、うん。玉川の濃い食べた時、吐きそうになったんですよ。あ、そう、ここはそんなことはないよ。やっぱりちょっと泥臭いけどね、泥抜きしないと。でも、カワウオ特有の泥臭さっていうのはあるけど、なんていうんだろう、ケミカル臭みたいな変なのとか、ああいうのはないね。あとドブの匂いとか、そういうのはない。こう餌やられすぎてこうブクブクに太ってる。あ、それもないね。ここで餌やる人っていうのは、ヘラシとかが、ほら、自分の練り餌、ああいうのをこう巻くのが、まあ、一応餌やってるみたいなもんだからさ、あんなのもさ、あれで食ってるだけだから、そんなにパンやったりとかさ、そういう人はいないから、うん、でもああいうのはパンとかやってそれを食べた鯉は臭くはないでしょ、別に。それだけでは油がやっぱり、油がつきすぎて、うん、臭くはないんですけど、玉川はそこにケミカル臭が加わる。あ、玉川水が汚いっていうか、生活排水がいっぱい今でも入ってんじゃない の、うん、これますあたりの及川はもう全然味が違う感じです、ね。まあ、ここはそんなことはないよ、うん、普通、まあ、ここはそんなことはない、うん、とにかく。若干なんか排水あたりで出てます。そうだね、少しね、まあ、今こういう町場でもってさ、どこの川もそうだけど、排水が一切入ってない川なんてありえないよ。人が住んでれば、人が住んでないとこならあれだけどさ、上流に。もうそれはしょうがないね、うん、そんなこと言ったら海だとそうなんだからさ。シマダコってこれ人工的に作ったわけではないんですって。いや、これだからダム湖だから、相模ダムのダム湖だから、はい、ここがダム湖の一番上流域だから、だからここの辺の人はシマダコって言うけど、まあこれは相模湖だよね、うん、相模ダムの相模湖の一番上流域。当たらないね、やっぱりさっきのやつは。でも手元にグググって来たんだ。重かったですよ、重かったです。でグググッとこう引くような気が したんですけど、その時合わせればよかったのに。じゃあ合わせを入れれば、そうでもなかったんだ。なんかもしかして違うかな、引っかかったかなと思って、下にあとこう石があるからね、石にこうなんかズリズリって重りが引っかかったりするとさ、それが魚の当たりみたいな感じになることもあるけど、うん、鈴のと穂先の動きは絶対魚だと思うんですよ。最初のあのチャリンっていうのはなんか魚っぽかったね、今の時期もいるだろうけど、冬眠するんじゃない、カメって。冬眠しないのかな。普通は冬眠するんですか。見ないよこの辺でも、あのカメは。だ、冬眠してんじゃない。ここだって寒いもん、昨日あったかいとはいえマイナス3度でしょ、はい、だから夜そんな寒くなっちゃうから、もう活動しないでしょ、活動できないでしょカメは。じゃあミドリガメも可能性はないですね。うん、ない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 、ね、あんな深いところにはいないよミドリガメ、岸近くにしかいない。こうやってな、帰ろうとするとチャリンとなってまた釣れないで、どん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 釣り人はさ、こう引き止められるんだよ魚に。お、あいつ帰ろうとしてるぞ、ちょっと引っ張ってこいみたいな、チャリチャリンって水の中から見てるんだよ。で、何回それでもって引っかかるかみたいなさ、あいつら、うん、で向こうはそれで釣り人釣ったって言ってんだよ。あ、釣ったよ、俺釣った釣ったとか言ってね、多分そうだよ。まあお互いそんなもんなんだよね、馬鹿試合してるんだから。あと10分ぐらい待って、うん、まあ好きなだけやってくださいよ、うん、納得いくまで。いや、今日のところはあんまり出だしで大物釣っちゃうと、いつもたくさん釣ってるからね、いつもたくさん釣ってるから今日はあんまり釣らなくてもいいとそういうことか、そういうことだな、うん、またそういうなんかさ、視聴者さんからなんか言われんじゃないの、なんかそういうことを言うからみたいな。嘘つきは星野義雄の始まりとか。あ、そうなの。あ、そういうことわざがあるんだ、ホラッチョって呼ばれてますね。ホラッチョ、ホラッチョすごいな、ロシア人みたいだな、ホラッチョさん。 あとカッパハゲとか。カッパハゲ、あと河原小敷なんか言われ放題呼ばれてんな、なんだそれ。日本初モノもらい系 YouTuber とか小敷系 YouTuber。 モノもらうんだって。俺だって酒とか昨日だっていっぱいもらったじゃん。いや、
あのそのもらい方のコンセプトが違うみたいなんですよ。あ、コンセプトがあるんだ、もらい方に。あ、そうか。体調の場合はあくまでもプレゼントですよね。まあそうだね、差し入れとかね。僕の場合、生き延びてくださいみたいな。いや、差し入れじゃん、それも。まあまあそうなんですけどね、差し入れじゃん、いいじゃん、差し入れで。差し入れってプレゼントでもあり差し入れじゃん。生き延びてくださいっていうのはすごいけど。インスタントラーメンとか乾物が多いんですよ、段ボール箱とかに。あ、すごいじゃん、段ボール箱くんの。ドアの前に。ああそうかそうか、あの自分がどこに住んでるかもう分かっちゃってるんだ。あの前の仕事でホームページにアップしてました、ね。ああそういうことやるとね、分かっちゃうよね、しかも1階なんで多分来やすいと思うんですね。ああそうかそうか、うちも置いてってくんねえかな、ジュラルミンケース1億円入ったやつ。体調の部屋って何階でしたか。2階、2階、うん、あ、2階だと上がりづらいってのありますよね。あ、そうかもしれないね、あのアパートだしね、それにね、やっぱりね、他の住民が見てるからさ、そうか、いいな、ラーメンがいっぱい来るんなら生き延びられるじゃん。家賃も払っといてってドアに書いておけばいいじゃん。家賃払っといてって払、あの支払、あの振込先書いてさ、家賃払っといてくださいって、それが一番いいよ。今度家賃払ってとか水道代払ってとか言って振込先全部書いておけばで貼っとくんだよ。誰か払ってくれるかもしれないじゃん。いや、それ確か乞食行為とかになって、前なんか YouTuber でそういう人いましたよね。知らない。あ、いた。あのもうバラエティ系の人なんですけど、自分の口座番号公表して、振り込んでくれと。でもそれは規約違反じゃないでしょ。いや、YouTube 規約っていうよりもその行為自体がダメみたいでしたよ。え、なんで。いや、なんかわかんないですけど、ダメだったと思うような。ネットでダメってことなの。でもそれ社会的にダメじゃないよね、社会的には。だって自分の口座をやってくださいっていうわけでしょ、その物をもらうのはダメじゃないんじゃないの。でもお金を振り込むってことですか。要するに詐欺に近いことになるからか、もしかしてそれも詐欺だとか言われちゃうのかね、振り込め詐欺だ。どうなんですかね。スーパーチャットはあれは合法ですけどね、スーパーチャは。同じじゃないかと思うんだけどな、違うのかね。スーパーチャはだって YouTube が3割から3割5分取るの。取ります。ああそうなんだ、手数料取られちゃうんだ。結構持ってかれる感じですね。あ、そう。ダイレクトに口座に振り込まれると運営の取り分がないんですよ。あ、だから YouTube がダメっていうことね。 YouTube がやっちゃダメってことで、社会的にやっちゃダメじゃないでしょ。だからその YouTube がそれをやらないでくださいってことなんでしょ。あ、そういうのね。だからダイレクトにだから誰かからなんかもらうっていうのはダメよってことなんでしょ。あ、まあそれはそうかもしれないね。そういうところで裏でも、裏でじゃないけどさ、 YouTube 通さないでなんかやられちゃうと、まあ取り分がなくなるもんな。あ、それはあるな。そっか、じゃあ YouTube の口座に振り込んでくれって言って、で YouTube から取れんじゃん、振り込まれたでしょみたいな、私の分がみたいな。であれば別にスパチャでもらえばいいだけです。あ、そうだな。じゃあスパチャくれって言えばいいんだな。あ、じゃあそうだよ、スパチャくれって言えばいいんだ、スパチャくれ。なあ、そんな話してても全然当たらねえじゃねえかよ、ね、今はそれよりも魚くれって感じだけど、魚くれねえじゃん。ミミズはあげてるけど魚にね。まあでも巻いたらかかってるってこともないね。ないね。よっぽど小さい魚じゃないと、当たりは出るだろうから。葉っぱがかかってることあるよ、ペンペンウオは。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、もうカメラ持っていただけます。はい、脳幹の合図が出ました今。なんかかってるかもしれない。カラー合わせしてますこの人。まあカラー合わせしてもダメだよ。釣れた。あ、釣れてる、釣れてる。あ、地球だ、地球が釣れた。やった、地球が釣れました。やったよ、アース釣ったよ、アース。あー、アース釣った、切った。あ、まだ取れない。あー、あれ、でも一瞬かかったかなと思った。地球だよ、地球。そうか、星野義男の釣りはこれの連続なんだ。いや、まあ、ああ針が取れてる。
釣れました。残念でした。もう一本の方にはかかってるかもしれないよ。な、うん。どうだよ。こっちかかってるかもしれないよ。あ、またカラハセした。なんか、あ、なんかすごいしなり方その竿。なんかリールおかしくねえかそれ。これ3つぐらいの部品を組み合わせて作ったリール。あ、すげえな。なんか、あ、そのラチェットが効かないんだ。なんかすごいなそのリール。うわ、音がすごい。なんか神経に触るようなキッキッする音してます。あ、星野吉郎の釣りを堪能できたよ俺は。今日は釣果なくてもこれが釣果だよ俺。なんかすげえよこの人。なんかこれかかってなくてもかかった気になるんですよ。なんかすごいキッキー言ってんじゃんそれ。なんかリールとは言えないなそれな。なんかうわー、なんかすごいかかってんじゃないの。かかってんじゃないの。ほらかかってるよもう完全に。なんか何がかかってるかって神がかってんじゃねえのか。また地球釣った。なんか穂先もないんじゃないそれ。穂先あるの。さすがに穂先。なんかで竿がなやけに短くない。ほら穂先がもう濃淡してんだ。濃淡してんだ穂先が。すげえよこの人。これが星野義雄の人。うわー、なんか声また地球釣った。この人また地球釣ったよ。これが星野義雄か。いいもの見せてくれたよ。完売だった。完売だった。あ、やっぱりな。多分俺もそうだと思ったよ。うん、絶対そうだよ。寒い早な。寒い早背筋が寒くなるような早な。あ、確かにこれ見てるとなんかね背筋が寒くなる。あ、重りもない。今度は重りもない。うわ、寒寒ばやだよ。出たよ寒ばや。おめでとう。なんか超過というよりもなんかあげちゃったって感じだね島田湖にね。あ、なんか殻でもキーキー言ってんじゃんそれ。大丈夫。うん、こんなもんです。こんなもん。あ、いや、いいもん見せてもらったよ。いや、堪能しました。お疲れ様でした。うん、ね、農館じゃあね、農館です。はい、はい。いやー、これが星野義雄の釣りか。俺の釣りとは次元が違うよ。やっぱり高い次元だよ非常に。はい、体調はあのワカサギこうちょんちょんしてただけじゃないですか。うん、僕だってあの当たったもんな。当たったもんな。あの引きを楽しみました。引きも楽しみですな。地球が引いたのか地球が星野義雄を引いたのか星野義雄が地球を引いたのか。なんかちょっと地球が動いたような気がした。今軸がじっとか言って。すごいな。いや、ここ根がかり多いよ。うん、気をつけないと。うん、石ゴロゴロだから。であればこの仕掛け、いやでもすごい。やっぱりね次元が違う、レベルが違う。非常に高い次元でもって釣りをしてるよこの人ね。ハイレベルな、ある意味。そうでしょ。脳幹してたな穂先がな。あ、そっか、よかった。いいもん見せてもらったよ。これでもって今回の釣りは超過なかったけどボツにならなくて済むよ。よかったよ。新年早々ボツにならなかった。今日1月元旦いい釣りを堪能できました。よかった。今年1年魚が釣れるか私は不安です。 こんな釣りを見てしまって。大丈夫かな。まあ大丈夫だよな。うん、ね、じゃあしまったら私の車でね JR の駅まで行きましょう。どうぞゆっくりやってください。リールのハンドル飛んでったこともある。よく飛んでく。動画にも映ってるんですか。あ、そう。なんでハンドル飛んでくの？あの、ゆるゆる、あの、ああ、合体させてるからね。それとあとちゃんと閉めてなくて。ああ。二回か。さすがハイレベルだな。ハイレベルな釣り人はそういうこともあるのか。考えられない。だからコメントで吉野さん今日はハンドル無事で良かったねとかいうのがあるんですか。ああ。体調あの合体リールとかやらないんですか。ないよそんなの。竿はよくほら壊れた竿拾ってきてさ、それで他の竿はワカサギの竿だのなんだの作ったりするけど、うん、まああとはほら同じリール2つ買ってあのダメになったらスプールだけ交換するとかそういうことはやるけど、違うやつに違うのくっつけたことは今のところないね。まあくっつくことはくっつくんだろうけどね、くっつけようと思えばね。体調そういうの好きそうな感じしたんですか。ああ、そうだね。今度俺もやってみようかな。あのステラが壊れたらソルティカ買ってステラのハンドルをソルティカにつけるとかな。うん、そうやればまたなんかいいかもしれないな。うん、やってみるか。ぜひ。うん。あの、いずれ検断体ショップで販売するっていう。多分買う人いるんじゃないか。それを販売するの？うん、いいな。ステラが10万でソルティカが10万ぐらいだから、合体させたやつは1台で20万とかな。うん、いいな。いやー、まあ釣りなんて冬の釣りなんてこんなもんですよ。でもキャンプがまあ目的だからね、楽しいキャンプができました。ね、よかったよキャンプできた。
キャンプでもやるとこがあってよかったね。なんかね、俺もあそこ、車でてっきり行けると思ってさ、あれしてたら、なんか、あんな風になってるとは思わなかった。気楽に。